ちは。今回は今まで身の回りでアップデートして特に良かったものを紹介しようと思います。道具一つ買い替えただけで日常生活が信じられないほど便利になったり、あと快適になったりすることって結構あると思うんですよね。で、今回は個人的に、特にアップデートして良かった生活用品をいくつか紹介しようと思います。で、まず最初のアップデートして良かったものはこちらの遠藤商事のテフロン雪平鍋ですね。で、僕は料理が結構好きで、こういった鉄のフライパンであるとか、あとはアルミのフライパンなども、持ってはいるんですけれども、こういった道具も大好きなんですけれども、究極この雪平鍋を買ってしまえばもうこれだけでほとんどの料理が完結しちゃうんですよね。で、ほぼ全てのフライパンとか鍋の代わりになる道具なので、毎日の料理を使う道具がシンプルになって個人的には良かったです。で、僕はこれ直径が 18cm のものを持っていて、1人分から2人分ぐらいまでの料理をするときには一番使い勝手がいいサイズかなって思います。で、これ見ての通り鍋が割と深いので、もちろん煮込み料理やスープを作るときにも使えますし、あとはこれで炒め物をするときにもフライパンの代わりとして使えます。で、これ側面が油跳ねをガードしてくれるので、普通のフライパンを使うときに比べて油跳ねが少ないのが個人的に気に入っています。で、しかもテフロン加工なので、こびりつきなどもあんまり心配しなくていいです。で、実は僕最近この鍋を買い替えましたね。自炊をほぼ毎日するんですけれども、以前使っていたものは2年間ぐらい使いましたかね。で、長い間使っていると、このテフロンが劣化してこびりつきが目立ってくるので、定期的に買い替える必要があるのが、テフロン加工ならではのデメリットではあるんですけれども、それ以外は便利なポイントしかない鍋なので、おすすめできます。で、2つ目のアップデートして良かったものはキッチンの水切りラックですね。で、僕食洗機は持っていないので、以前は置くタイプの普通の水切りラックを使っていたんですけれども、こちらのキッチンラックに変えました。で、これは普通の水切りラックとは違って、シンク奥のスペースに突っ張り棒で、こういった突っ張り棒で設置ができる水切りラックなんですけれども、これデッドスペースを有効活用できるので本当に買ってよかったです。で、置くタイプの水切りラックって場所を取ってしまいますし、あとシンクのそばに置かないといけないので、キッチンのレイアウトとか置き場に困ることが多いと思うんですよね。でもこの突っ張りタイプの水切りラックであれば、キッチンのレイアウトを考えることなくシンクの奥に設置すればいいので、あんまり余計なことを考える必要がなくて楽です。で、これ素材がステンレス製なので錆びにくいですし、お皿などもこういった感じで何枚か乾かしておくことができます。で、側面にはこのまな板であるとか、あとはちょっと奥にあるんですけど包丁を立てかけるスペースもあるので、一通りの調理器具はこの水切りラックがあれば問題なく乾かすことができるかと思います。で、しかも水は自動的にこのビーズを使ってシンクの中に落ちる構造になっているので、水がトレイに溜まって溢れたりする心配もないですし、水を頻繁に捨てる必要もそんなにないと思います。カウンターキッチンなどには設置が難しいものかなって思うんですけれども、キッチンがそんなに広くない家で空間を有効活用したい方にはすごくおすすめです。で、3つ目のアップデートして良かったものはこちらの野田ホーローの持ち手付きストッカーですね。で、これを僕が何に使っているかっていうと、こういった卵をストックしておく容器として使っています。で、今まではスーパーでこういった卵を買ってきた状態のままこのプラスチックの容器に入れて保管していたんですけれども、こういった平べったい容器だと冷蔵庫の中にどうしてもデッドスペースができてしまうので、空間を有効活用するために、卵はこの容器に入れ替えてから冷蔵庫に入れるようにしています。こんな感じで10個ぐらいの卵を全然余裕で入れることができますね。
で容器がこれ縦長なので、この容器の上に無駄な空間が冷蔵庫の中でできることなく、冷蔵庫の中のスペースを使うことができるので個人的に気に入っています。ですごく野田ホーローの容器、これ見た目も清潔感がありますし、冷蔵庫の中が綺麗に整理整頓できるので個人的におすすめですね。で僕は卵が大好きで毎日食べるんですけれども、まあこういった感じで常に何個かストックしています。冷蔵庫から卵を取り出すときに結構こういう容器に入れておくと気分上がるので、こういったストック方法はおすすめだと思います。で4つ目のアップデートして良かったものはこちらのタジカのキッチンバサミですね。でこのキッチンバサミは兵庫県の職人さんが一つずつ手作業で作っているステンレス製のハサミで、これ1個1万円以上する割と高価なキッチンバサミです。で価格は高いんですけれども、これ本当にナイフのような切れ味があってすごく使いやすいです。で昔は僕も安いキッチンバサミを使っていたんですけれども、切れやすさや持ち心地がこれ段違いで、これビニールや紙類はもちろんなんですけれども、野菜や肉などもこのハサミだけでカットすることができます。すごく料理がはかどると思いますね。でまあ疲れていてあんまり包丁などを使いたくない時とかあると思うんですけれども、まあそんな時はもうズボラな感じで包丁を使わずにこのハサミでちゃちゃっと食材を切って簡単に調理することができるのでおすすめです。で僕が持っているのはこれセパレートタイプのハサミなので、こういった感じで分解して水で丸洗いすることができます。まあ、なので清潔感を常に保ちやすいのもこれを買ってよかったポイントです。で5つ目のアップデートしてよかったものはこちらのリネンの布団カバーですね。で僕以前は安いコットン製のものを使ったりしていたんですけれども、このリネンの布団カバーは本当にこれ触り心地がいいです。でこれはリーナっていうシリーズの掛け布団カバーなんですけれども、すごく滑らかで気持ちいいので布団に入る時間が毎日楽しみになりますね。でこれヨーロッパのリネンを使っていて、これすごく耐久性がありますし清潔感も保ちやすいと思います。でこれ気軽に洗うことができて乾くのも比較的早いので洗濯する際も簡単だと思いますね。でまあ個人的にはこういった寝具にはちゃんと投資をしたいと思っていて、この布団カバーは価格が6000円ぐらいとめちゃくちゃ安いわけではないんですけれども、まあそこまで高いわけでもないと思うので、クオリティを考えたらすごくコスパのいいものだと思います。おすすめです。で6つ目のアップデートしてよかったものはこちらの今もちょうど履いていたんですけれども、こちらのスブのルームサンダルです。でこれは特に寒くなってきた秋から春にかけて冬ももちろんなんですけれどもすごく重宝しています。で以前は薄いコットンのルームシューズを使っていたんですけれども、デスクワークをしていると足が冷えてしまって集中力が途切れがちだったんですよね。まあ、でもこのルームサンダルはこれ内側が実は起毛のようになっていて本当にダウンのような暖かさがあります。まあ足元をあったかくするのは健康のためにも大事なことだと思うので、まあ、寒さを我慢せずにこのスブのルームサンダルを履くのがおすすめです。でブーツなどと違ってこれサンダルタイプで着脱もしやすいので家の中でストレスなく使いやすいのもおすすめポイントです。で最後7つ目のアップデートしてよかったものはハンガーなんですけれども、2種類あります。こちらの無印のハンガーとあとこちらのマワのハンガーですね。でこちらの無印のハンガーは洗濯物を干すときに僕は使っています。で僕は乾燥機は使っていないので洗濯物を乾かすときに干すんですけれども、このハンガーはこの首元部分が特殊な形をしているので服の首元からハンガーにかけても首元が伸びることなく使えます。
こういった感じで首元から普通にかけることができます。まあ、なのでこれわざわざ服の下の方からハンガーを通す必要がないので、とても楽に洗濯物を干したり取り込んだりすることができますね。で、こちらのマワのハンガーはクローゼットに服を保管しておくときに使っています。このハンガーはスタイリッシュでかっこいいだけではなくて、まあ、見ての通りすごく細いので、あのクローゼットの中で無駄にスペースを取ってかさばることがないです。すごく便利だと思ってます。で、ハンガーはここが樹脂でコーティングされているので、かけている服が滑り落ちたり型崩れすることもないので、あの機能面でも優れていると思います。まあこれらどちらのハンガーもミニマルなので、あのかさばるハンガーが好きでない方にはとてもおすすめできると思いますし、まあ、僕はアップデートしてすごく良かったなって思ってます。はい、そんな感じで今回は買って良かったアップデート品について紹介しました。長く使っているものから最近購入してあのいいなって思ったものまで幅広く紹介したんですけれども、本当にどれもおすすめできるものばかりだと思います。まあ、また何かおすすめのアップデート品が見つかったら紹介できればと思います。ではまた。